ゆと,り世代ゆとり世代って言い方してたじゃないですか Z 世代のことをねでまあこれもねヤンさんとかでまあその奥んがすぐゆとりゆとりとか言うんでちょっとその言葉のってどうなんだって話をねちょディスカバリーでもしたことあると思うんですけどまあ そそもそもねゆとり教育っていうのが始まってその時にいた子どもたちがゆとり世代とで。ゆとり教育っていうのは詰め込み教育のカウンターとしてもうちょっと自分で考える力を育てようよって言ってカリキュラムを減らし、えー、休みを増やしその間で自分たちで考えるっていう時間を確保しようよっていう、まあ、その文部省の 寺脇さんがね仕掛けた、えー、一つの,その戦略だったわけです教育の戦略だこれ元ネタはね寅さんなわけですね寺脇さんは寅さんに憧れてたんで寅さんと一緒に過ごすような時間っていうのが日本の教育には必要だっていうところから始まってんのがゆとり教育なんですよでそれを可能にしたのはあっと まあ、いじめだったりね自殺だったり学不登校だったり学校っていうものがもう駄目だと限界に来てるんだっていうことが増えたゆとり教育って始まってるんですよ。でもよく知らない人はあのゆとり世代っていうふうに丸々くくって、えー、怠けてるっていうねあのぬるいやつらだっていうふうな解釈をしてしまったんですけど現実はどう,だどうだったかっていうと。 まあ何度も言ってますがあの空いた時間ゆとりじゃなかったわけですね空いたじ時間を塾に行かされてたっていうのがゆとり世代ですで、えー、数も多いしあとその例の教育虐待も多かったし、えー、時代がね不況でその不安感がつあの強くなってったでどうなると。 ベンチャーに行くにしろ何にしろ、まあ、とにかく学歴が高くなかったらダメだっていうことも親御さんたちにはあんま相変わらずあってねゆとりもへったくれもなかったんですよねもう過剰な教育っていうのはなくその、えー、競争っていうのはね相変わらず続いてましたよでその後悟り世代っていうのが出てくるんですけど、まあ、これも言い方がおかしいですよね悟り世代っていうのはディスコミュニケーションつまり、えー、大人たちに対する 旧大人たちに対するディスコミュニケーションですよ。悟りっていうのね。悟ってんじゃないんですよね。相手にしないっていこと。相手にしない戦略を取るようになったんですよ。それは大人から見ると、何悟ったこと言ってんだよっていう風な感じになるんですけど、相手にされてないです。で、あともう一つ、悟り世代の話になるときに、あいつら欲望を手放してるって話ですよね。サラザンバイじゃないですけど。えー、もっとね。 生き,生きろよお前らって何で車に乗ろうとしないんだとか <laughs> 俺らの頃はバイクに乗ってみたいな <laughs> あ明,日に明日に向かって走ってたのにっていうさ <laughs> 何なのお前らそのしれっと生きててっていう風な言い方をしてあいつら悟り世代だなっていう風うに今言ってるわけですけどこれもまた大きくその、えー、誤解があるなと思うのが 実際に会ってみると、えー、悟ってるわけでもないし諦めてるのかっていうと諦めてるわけでもないんですよね知らないんです、えー、生まれた時から今の状況今の、えー、そのだだ下がっていく感じで何もその希望がない感じっていうところからもう人生がスタートしてるんで希望ってなんすかって感じなんですよビッグになるって何んすか見たことないんですけどっていう感じなんですよ でも上の世代に行けば行くほど当時の熱狂や幻想とかもその呪いにかかってますからあの将来どうするのって言うんですよそもそもそのイメージがわかないと思うんですよねビッグになるってなんですかで、えー、まあその例えばその今のね上海とか北京の情報とかその ガガンガン上がってたら、ね、新,新鮮な情報とか上がってきたらあ,のあっちにドリームがあるなっていう雰囲気になると思うんですけど中国の情報はチャットアウトされてますからね日本の大手のマスコミではでじゃあ一方でのアメリカは夢があるのかって言ったら、まあ、アメリカ大混乱の大分裂なので憧れる感じではないしでヨーロッパヨーロッパで、まあ、大変なんでね今その海外に向かってその憧れを持ってるっていう感じでもないという、ね。 そんなこんなでね、あの、じゃあ君たち何が欲しいのかっていうとね、実際ね、仲のいい友達と一緒にゲームやるっていうだけで十分幸せなんですよね。上の世代はそれ理解できないんですよ。そんなんじゃねえだろうと。女を口説きに行けよって話になるんですけど、いや、そんないらないんです。友達と一緒に、あ、あのー、もう何な,ならオンラインでいいから、あのぐだぐだ喋りながら、そのゲームやれたらそれでいいというね。っていうような。 でもしくはね、えー、そんな中から少しは挑戦する場所もあったりなんかして、その踊ってみたとか、歌ってみたとか、えー、アニメ作ってみたとか、ボカロやってみたとかって言って、ささやかながら夢に挑める場所っていうのがあるわけで、でこれ、上の世代には分かんないんですよ、なんで大手出版社に持ち込まないのかとか、なんで同時にしか書いてんのかとか、えー、なんとかな、東映に就職しろとか、そういう感覚じゃないんですよね。 今ここにあってやりたいことやってるみたいな感じなのでっていうどうしてそうなってるのかっていうとそもそもあのこうううななりたいいいいいいいっていう大人が身近にいないっていうのがでかいと思いますねメディアの中にもそんなにいないんじゃないかとでかろうじていたのがちょい前のリバタリアンの連中でそういう人たちのがまあ一時の夢を見せてくれて。 今の世代はその,その残像を見てるっていうか、まあ、残何か残って、そ,れその残像の中に今 YouTuber なんかも入ってたりなんかしてっていうのはあると思うんですけど、この人が正しいなとか、憧れられるなっていうような人がね、本当にいなくなったんだなっていう気がするんですよね。で、えー、探そうと思ったらもうね、過去に遡るしかないと。だからね、とてもね、そのリアルなものは過去にあるっていうふうに気がついてアーカイブ世代になってるんじゃないかなと。 だから霜降り明星がアグネスちゃん聴いてたりとかそれからまあヤンさんのね福ちゃんね筑波大の福ちゃんがジギーを聴いてるとかねあのバンドブームの頃のパンクを聴いてたりとかするとかだか今になかったら過去にあるかもしれないといってディグっていくっていうかそういうアーカイブをしていくっていう世代っていうまあそんなふうにですね、えー ガツガツしない欲望を持たないで成長しようともしないみたいなことをですねまあその割と批判的に言う人いるんですけどじゃあねずっと思ってたんですけどあのそれまでの人たちが、えー、今後も増え続けたら地球はどうなるのかっていう話をね真面目に考えた方がいいんじゃないかというふうに僕は思うわけですもうねあのとにかくまあ 新自由主義っていうのは要するにさ自分勝手ってことですよ。利己主義ってことですよ。エゴイズムってことですよね。で結果主義っていうのは結果さえ出せばあとはどうでもいいっていう主義なんで大航海時代から始まったやつですよ。つまり自分たちが大,大儲けしてあとは貧しい人たちは苦しんでも別に構わないっていう生き方ですよね。 だからそのプラゴミの話もそうです。豊かな暮らしはするけれども、このゴミに関しては責任取らないと。見えないところに持ってけって言って、貧しい人たちのとこに行って捨てるっていうのが、これがリバタリアンですよ。その新自由主義というか、まあ、資本主義の正体っていうか。それを循環するなんと何な,なんだろうとかってレ麗事言ってるんですけど、 基本的にエゴイズムなんですよ。自分中心主義なんですよ。そしたら、それは恨まれるわけですよね。テロは起こるわけですよね。それでまあ、その、じゃあその、テロから自分を守るって言って、まあ、その、武装するもんだから事故も起こると。まあ、これがボーリングフォーコロンバインですよね。銃乱射事件っていうのは、エゴイズムが生んでいる悲劇なわけですね。 この構造、すごく分かりやすいじゃないですか。自分のことしか考えないような生き方をみんながしたらどうなるかっていうと、あの、地球はゴミだらけになって、そのゴミは人間の体に入ってみんな病気になるっていう。これはもう証明されてるわけですよね。エゴ OK っていうシステムは、みんな病気になって死ぬっていう前提で成り立つんですよ。 ねだからそれをごまかしごまかし、科学の力でごまかしごまかしって行くんですけど、もう破綻してますよね、それは。だから、その、どうして破綻してるかというと、数の問題ですね。えー、手に負えない量の数です。つまり、プラスチックゴミ、海のプラスチックゴミだ,だけでも、その、地球上の魚と同じだけのプラスチックゴミが、魚の量と同じだけのゴミが、海にあるみたいなことになってくると、も手に負えないわけですよ、ね。で、それだけじゃないですよね。複合の汚染になって、うんぬん感なんていう。 どうもなんなんいですよつまりね、えー、Z 世代よりも前の世代っていうもの、ビッグになろう、成り上がろうって思ってる人たちの、人たちが作る世界っていうのは、地球を破滅する世界っていうかね、人間が滅びるの、もうそれが、まあ、えー、全員不幸になるわけですね。まあだから、それも分かってて、 俺たちだけはなんとか逃げ延びようっていうのが、まあ、今の現状じゃないですかね。一部の人間だけが逃げ延びようっていうね。それがこの間あのヤンさんでその解説したザ・ファミリーっていうキリスト教原理主義者のね人たちが。キリストの何においてキリストを道具にして何をしてるかっていうと自分中心の世界を作っているっていう。エゴイズムですよね。 利己主義っていうね。利己主義のためにキリストを使っている人たちがザ・ファミリーっていう。その、で、それが世界の権力者がみんなつながって同じことをやってますよっていうことなんですけど、これは別にキリストだけではなくって、このシステムを維持するためだったら何でも使うわけですよね。それ、例えば絆って言葉使ったりとか、アニメだって使うわけですよ。クールジャパンとか言って。何でもいいんですよ。その、自分たちに権利、 権力、そして利益っていうところが入ってくれば、もうそれ以外はどうでもいいっていう生き方ですよねで。これはね、明らかに教育の失敗ですよね。それは何でかそその競わせたからです。勝ったらいいっていうふうに。今は何も考えなくていいから、その受験に合格すればいいって、全員が言われて、受験するんですよね。ね大事な思春期に。で、<laughs> なんで僕はこうなんだろうって。 悩んだりとかすることを奪われてしまったせいでまあこの「てたらく」というね <laughs> それを嘆いていたんですがどうも、えー、違う流れ来たぞっていうのが Z 世代どうしようもなく今までの人たちとは違う人たちが生まれないと人類は滅ぶわけですよね。だから 彼らは生まれてきたんではないだろうかという強引な仮説をちょっと一発打ち立てていきます。